長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たち。NOC、NOCS、長崎卸センターがお届けするポッドキャスト、長崎の歴史シリーズ。このシリーズでは、高吉松雄一著作、我らの長崎県、郷土の偉人から、歴史上著名な方、それぞれの地域で記憶され、尊敬されている方々のエピソードを集め、全10話、長崎の民話特別編、郷土長崎の先人たち、として配信するものです。このポッドキャストは500年近く外国交易が行われ、西洋や中国の先進的な学問文化が流入した長崎の地に芽吹いた尖閣者、先駆者、そして身をもって郷土に尽力された方々の事歴を紹介しようという試みです。郷土長崎の先人たちの業績を語り継ぎ、子供たちの今後の人生の糧になればという企画です。なお原作は昭和30年に出版されており、地名、産物、価値観などで現在とは相違するところがあります。必要に応じて地名、産物などについては修正または省略を。語彙や言い回しについては現在の時点で適当と思われる言葉に言い換えている部分もございます。できるだけ原作から感じられる風合いを残すように心がけたつもりです。あらかじめご容赦いただければ幸いです。読み手は歌の種でありたい、山田睦美です。最後までお付き合いください。今回の配信は株式会社ホンダパーツ九州長崎営業所のご協賛により NOC 長崎卸センター、 NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。今回は表題の著書から西洋砲術の父高島秋帆の巻を朗読させていただきます。江戸中の人がまだのんきに太平の夢をむさぼっていた天保12年のことです。江戸の町の外れの徳丸ヶ原で大砲シモンを並べ、100人余りの兵隊がこれをドンドンと打ち出しました。これが我が国で行われた西洋式の戦争の仕方の始めで、これを指図したのが我が長崎の高島秋帆でした。これまでこれほど激しい大砲の響きを聞いたことがなかったので、天下の人々は皆肝を潰したのでした。彼は寛政10年8月15日の生まれで、普通の名は四郎太夫で、秋帆はその号でした。高島家は代々町年寄りで、また鉄砲方を務めていて、特に父親の四郎兵衛は萩流の砲術の名人と言われていました。文化10年には父親の後を継いで町年寄りとなりました。町年寄りというのは長崎奉行を助けて町中を取り締まる役で、その頃なかなか勢力が強かったものでした。この頃東洋の雲行きは次第に険しくなってきました。文化5年には我が長崎の港に不意にイギリスの汽船フェートン号が入り込んできました。表向きは薪や水が欲しいというのでしたが、実はオランダがフランスのナポレオンに攻められて弱っているのにつけ込んで、我が出島を乗っ取って我が国に勢力を受け付ける足場にしようと思ったのでした。この時奉行の松平図書は、これを追い払うため呼び寄せた福岡の黒田藩や大村藩の兵が早く来なかったので、責任を取って自殺してしまいました。そこで徳川幕府も
文政8年になってようやく外国船打ち払い令という命令を国中に出しました。周藩は幕府のこの生ぬるい態度に飽き足らず、我が国は進んで西洋の法術を取り入れ、国の守りを固めなければならぬという意見を手紙に書いて幕府に差し出しました。また自分でもジャワから渡ってきた出島のカピタンのデ・ヒレニューヘという人について、進んだヨーロッパの法術や戦争の仕方についていろいろ教えを受けていました。また小島の自分の家には財産を投げ出してゲーベル銃や旧砲を買い込み、また西洋の法術のことを書いた本大政加工全書を翻訳して出版したりもしました。天保11年には我が国の兵器ももっと改良せねばならぬことを書いて長崎奉行所に差し出しました。幕府も少し目覚めたのでしょう。周藩に江戸に来るように命じました。そこで翌12年の正月、100人余りの門弟に大砲シモンを引かせ、東海道を歩いて江戸に登っていきました。そうして徳丸ヶ原で幕府の老中をはじめたくさんの役人や見物人のいる前で大砲を撃って、西洋式の戦争の仕方をやってみせたのです。老中安倍政宏は感心して、鍵中高傭兵会議、西洋の法術を初めて我が国に導入した人物と書いて周藩に与えました。ちょうどこの時中国ではアヘン戦争が起こっており、イギリスやフランスの軍が攻め込み、その勢力圏を広げていました。伊豆の韮山の代官江川太郎左衛門は進んで周藩の弟子になり、また薩摩、佐賀、土佐などの目覚めた藩からはたくさんの藩士が長崎に送られ、周藩に西洋法術を学ぶことになりました。やがて周藩は与力という役に進み、長崎会所にも勤めることになりました。また法術や兵学を調べるために外国のいろいろな兵器や弾薬などを集めました。またある時は長崎港に船を浮かべ大砲を積み込み、田上の合戦場にも弟子を並べて海陸でどんどん大砲を鳴らして戦の仕方の訓練をして町の人を驚かせたこともありました。この頃は悪いことに天保の飢饉といって、全国に米の取れない年が続き、飢え死にするものも出てくる始末でした。そこで周藩はしばしば飢饉の年の政治のやり方などについて長崎奉行に意見を申し出ました。また弟子の池部吉太郎を米どころの庇護にやって、数百俵の米を買い込ませて蔵に入れておき、困った人々を救う準備をしていました。しかしいつの時代にも人の成功を妬む人々や進んだ考えに反対するものはあるものです。前から周藩のこのような進歩的な仕方を心よく思っていなかった保守派の人々は、周藩は自分の家にたくさんの兵器や兵糧を蓄えて謀反を企てようとしているとか、彼は密貿易をして大儲けして外国人を通じて我が国を売ろうとしているなど言いふらし始めました。かねてから煙たがっていた幕府の役人は早速周藩を捕らえさせて江戸の牢屋に入れてしまいました。財産はみんな取り上げられ、門人たちも皆罰せられることになりました。江川太郎左衛門は驚いて幾度も許されるように幕府に頼みましたけれども、正義が影を潜めていた頃だったのでなかなか許されませんでした。そこで牢屋に食べ物を送ったりしていつも慰めました。こうして周藩は虚しく10年間を牢屋で送ったのであります。このうちに時勢は次第に険しくなり、嘉永6年にはアメリカのペリーが軍艦4艘を連れて浦賀に現れました。太平の眠りを覚ます蒸気船
たった支配で夜も寝られず。これはこの頃の幕府の慌て方をうまくあざけって読んだ川柳です。やがて長崎港にもロシアの使いのプチャーチンが軍艦を引き連れてやってきて開国を迫りました。いよいよ周藩の言っていたことが本当であったことが分かったのです。そこで幕府は慌てて牢屋から出すことにしました。この時もう彼は56歳で髪には白髪が混じっていました。太郎左衛門は喜んで自分の屋敷内にわざわざ新しく一部屋を作りました。周藩をここに招き上座に据えて酒を用意してもてなしました。ある弟子が、高島流砲術も10年の間にだいぶ変わった、今は江川流と改めてはと言うと、太郎左衛門は怒って、周藩先生の恩を忘れるようなものは私の門人にいないはずだと叱りつけました。周藩は砲術の稽古が始まるとわらじ履きで鉄砲を担ぎ、兵の間に混じって10年間離れていた技を取り戻そうと励みました。幕府は太郎左衛門と共に周藩を海防御用取扱いに命じました。そこで二人は阿波の国、相模の国の海岸をめぐり、また品川の海上に台場を三つも築いて、その上には砲塁を作って大砲を備え、江戸の守りを固めました。安政4年には工部所砲術指南役に進み、文久3年には海陸御備え御用係と武具奉行を兼ねることになりました。こうして慶応2年正月14日、江戸で亡くなってしまいました。時に69歳でした。周藩は書が巧みで、それもその性格をよく表した大字が上手でした。好んで、五尊公へ皆宗伯という字を書いていましたが、これは昔から中国の孫子や呉氏、我が国の甲州の武田信玄や越後の上杉謙信は兵法の名人と言われているが、私の調べた西洋砲術から見れば苔脅しで全く取るに足りないという意味です。長崎の小島の先生の家は前に鍋かぶり山と呼ばれる愛宕山を望み景色の良いところです。ここは桜の間や宇勢楼という立派な部屋もあって、ここで先生はたくさんの弟子を教えていたのです。鉄砲を撃つ的にしていたので、丸の跡が残っている板石や古い塀などは今も残っていて昔を忍ばせます。町の人が聞いたという初めてのその大砲の音、それを聞いた時の驚きってすごかったんでしょうね。びっくりしたんだろうと思います。命が奪われるとか生きた心地がしないとか、そんな音だったのかなと想像しながら読んでみました。これからの時代にそんな大きな音がすることのないように祈りながら読ませていただきました。皆さんにはどのように届いたでしょうか。今回の配信は株式会社ホンダパーツ九州長崎営業所のご協賛でお送りしました。株式会社ホンダパーツ九州長崎営業所では、ホンダ車すべてにジャストフィットする純正パーツやアクセサリー、グッドイヤータイヤをはじめ、安心、快適、そしておしゃれな四輪電動カートモンパル ML200、 カセットボンベを利用して電気を作る発電機エネポ、環境に配慮された仮払い機など、お客様のニーズにお応えするために幅広く対応した商品を取り揃えています。気になる商品がありましたら電話 095-839-3181 までお気軽にお問い合わせください。次回は黒崎の店主
マルコ・ドロ神父の巻をお届けする予定です。このポッドキャストは NOC 長崎卸センター、 NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております。なお、本文中差別的または差別的とみなされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり、もう長い期間出版され続けている書物であること、さらに原文の芳醇な香りを残すべく原則原文のまま朗読させていただいております。ただし、言い回しや歴史的に誤っている記述については当社でやむを得ず修正または省略しております。ご了承いただきますようお願いいたします。また、このポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs@e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。では、次回までしばらくの間、さようなら。歌の種でありたい、歌種の山田睦美でした。